今日はですね、大阪の方に来させていただいております。水瀬神宮で今ネギをしております水瀬つとむと申します。お名前もなかなか水瀬さんって名字はあまり見ないなとお伺いをしておりまして、そうでしょう、ね、こちらはそうですね、本当に水瀬系の方々がずっと代々されているような、そんな神社さんになられるんでしょうか。はい、もともとは平安時代に水瀬の祖の方がおられまして、で今の宮司で31代、私で32代目を、まあ予定者という45、6代遡りますと、歴史の教科書に中田美の鎌足りまで戻れる、はい、藤原氏の そんな家系でございます。神宮というお名前、このお名前を使う神社も全国にお知らせさせていただくと24社しかないということ で、はい、大まかに言うと皇室関係の、関連が深ければ深いほど神宮という称号が、当社もともとは水瀬宮だったんですよね。あ、そうなんですか。はい、で、まあ、後鳥羽天皇主祭神という、まあ、実際の天皇陛下を主祭神としておりまして、うん、その息子さんである土御門天皇、うん、順徳天皇と三天皇をお祭りすることになって、皇室とのゆかりが非常に深いということで、神宮という称号をいただきました。上級の変ということを我々は言ったりするんですが、武士が台頭してきまして、で公家の政治を、まあ、打倒するような、多分歴史の教科書などによると、多分北条政子の大演説を皆さんイメージされて、まあ、公家がですね、無謀にも武士に兵を挙げてですね、もう実際はね、そうじゃないんですよね。あ、そうなんですか。はい、後鳥羽天皇の言われた鎌倉幕府を打倒せよなんていうことは一言も言われてないんですよね。そうだったんですね。はい、北条義時の、まあ、戦を許さない、自分自身のものとしてこの国を治めることは許さないぞということなんですよね。で、じゃあ一方鎌倉方も後鳥羽天皇をたぶらかしている周りの者どもが後鳥羽天皇の判断を誤らしてると。なるほど。ですからそれを正すのだということで兵を挙げられた。でその証拠に義時が息子に、総大将を任せまして、旅立たれて、で行ってる途中に息子が一人で帰ってくるんですよ。おじけづいて帰ってくるのかなと思ったら、いやお父様にね、いや実は今こう兵を挙げて私は後鳥羽天皇の官軍に向かって行くんだけども、どうしても聞いておきたいことがあると、もし戦場に天皇が出てこられたら、私はどうしたらいいんですかと。いや、そうですよね。そうなんですよ。そう言われた時に義時は何て言ったかと言ったら、ああそんなことが心配だったのか、それなら簡単だと、もう備えなれば全ての防具を脱ぎ捨てて弓を解いて刀も置いて、で後鳥羽天皇の処罰に全て従うようにと。お、天皇に弓を引くことはならんというふうに言われたんです。そこは徹底されてたんですね。そうなんです。ですからもともとね、やっぱりそういう価値観念、それがいいか悪いか現代の人に言われるとあるかもしれませんけども、しらすと牛白の違いとか言って話はするんですけど、はいはい、牛白っていうのは、漢字にすると主が白っていう、自分の所有物なんで、もうこういう多分マイクもそうですし、袴もそうですし、椅子もそうです、これは私が所有してれば私がどのようにしたって自由なわけですよね。そうですね。で、例えば国民と統治する方の関係でいうと、牛白関係となると国王が国民を自由にしていいんですよ。ああ、なるほどなるほど。日本という国はしらす国だって言われてるんですね。しらすというのは読んで字のごとくよく知るということなんです。なるほど。でよく知ると何になるのかというと、よく知るとその人のために何かをしたくなるんですよね、我々日本国民というのは。例えばその人がすごい大きな怪我を乗り越えて、苦労の末にもう生きるか死ぬかの瀬戸際を、乗り越えてようやく選手としてまた舞い戻って、もう一度この檜舞台に立てたっていう特集番組を見てしまったとします。するとめちゃめちゃ見たくなりますよね。そうですね。で見たら応援したくなりますよね。なりますね。天皇陛下というのは災害地に出向かれたりとか、よく知って、その民のためにどういう祈りを捧げるかということが重要なことであって、国を統治しているものと、その我々に寄り添っていただけている方との違いなんじゃないかななんていうふうには思いますよね。なんか歴史のところからすごい深いところの話。ああ、いえいえいえ、なんかちょっと話が全然それでしまいました。いえいえ、とんでもございます。後鳥羽天皇が結局、まあ、鎌倉軍には敗れまして、沖へ立たれることになるんですよね。沖に立たれて沖で足掛け19年お過ごしになられます。19年。
でその19年経って自分の身がどのようにももうならないなと、うん、いよいよもう自分の死期も近いなと悟った時に、うん、思い出の水瀬の地で祀ってほしい、うん、でそれをもし奪うようなことがあれば、うん、決して許さないぞということで、うん、決意の表れというような形で手のひらに朱をつけまして、あそうですよね、こう手形をバンとした、そうですそうです、はい、置き踏みと言われるものなんですけど、その中に後世の水瀬の地で祀ってほしいと。の水瀬での生活というところでいくと、その水瀬と後鳥羽様との関係性もすごい大事かなと思う、はい、後鳥羽天皇は離宮を作られたんですね、いわゆる別荘地を、うん、はい、でこの地で、狩りであったり蹴鞠であったり相撲であったり水泳であったり、まあ、さまざまな、まあ、今で言うと遊び事という、まあ、芸事というんでしょうかね、うんうん、自分の気持ちを解放できる場所としてこの場所があったんじゃないかと言われてます。そうだったんですか、はい、当然執務的なこともされて、この場で、後鳥羽天皇が自らお裁きを下したりとかいうこともあったり、もう非常にお気に入られて足げく通われてたんで、まあ、今でいう別荘みたいな感じですかね。そうですね。お墓が建てられたんでしょうか。お墓はね、実はね、沖と原の方にあるんですよ。はい、当社ではお墓ではなくて、神道でいうと御霊ということになるんですよね。ああ、なるほど。はい、その御霊をお祭りして、ですから当社の本殿ね、珍しく神社って大体南か東を向いてるんですけど、はい、西を向いた本殿なんですよね。おこれ今でも沖の地を望めるようにということで。なるほど。もう二柱神様がいらっしゃると思っておりまして、はいはい、順徳天皇は後鳥羽天皇と一緒に上級の兵を進められたお方だというふうに伝わっております、はい、で辻帝天皇というのは実は、上級の兵には加担しなかったんですよね。あ、そうなんですか。関わられないんですね、はい、そうなんです。関わらなかったんですよね。ただご自身も、お父様と、自分の、ご家族の方が、遥か遠くの地に行かれてるので、うん、私もこの京都に留まることはできないということで、うん、土佐高知の方へ旅立たれた天皇陛下になります、はい、先ほど話したような芸術文化の発信地だったはずなんですよ、うんうんうん、この地がね、うん、そうですね、ですから今の日本の伝統芸能とかそういった文化を少しでも発信できるような場所になればなというふうに。おー、いいですね。蹴鞠とおっしゃいましたけど、はい、こちらはもしここの神社さんで体験したいとなりますと、はい、どういった形で体験させていただけるんでしょうか。はい、体験するためにはね、はい、毎週日曜日に練習会もしてます、はい、まあ、冬場がねちょっとあれなので、12月から2月までの間は、はい、やっぱりもう僕も年ですからね、体壊してはいけないのでお休みしてますけど、暖かくなれば、毎週日曜日の、時期にもよるんですけど3時か4時ぐらいから1時間ぐらい、1時間ぐらい、はい、でこれは誰でも参加できます。本当ですか、はい、で年に2回ほど装束を着て蹴鞠の体験をしてもらおうということで、はい、これは事前申し込みで、予約制になるんですけども、うんうん、そういったこともしてます、ね、蹴鞠はね、実はね、どうしよう、見るものだと思ってるかもしれませんけど、皆さんね参加した方がいいですよ。実際ね奥は深いです。蹴鞠というのはスポーツだと思われる方も多いんですけど、見た感じそうです ね、 そうですね、スポーツの、まあ、確かにね何回続くかってこれは根底にあるのは確かなんです、うん、ただ一番大事なことっていうのは回数が続くことじゃないんですよね。相手にとっていかに蹴りやすい鞠を蹴れるか、うんうんうん、だから失敗した時に「おいお前何してんねん」じゃないんですよね自分の技量が足りなかったから相手にちゃんとした球を渡せなかったと。なるほど。もっと自分が自分を極めなきゃいけないと、うーん、自分を高めなきゃいけないと。でそれを取れなかった方もそうなんですよね。うん、自分が取れなかったおかげで相手に責任を負わせてしまった。なるほど。自分がもっと技量を上げていかなる球もちゃんと取れるようにしないと、次へ続かないんだということで自分を高めようと。おー。だからあくまでも他責じゃない、もう自責に自分を極める、自分を高めるために行うものが蹴鞠でありまして、一番大事なのは輪を持って尊します、うん、その輪を持って一緒に、まあ一チームというんですかね、その一緒に蹴鞠をされている方と輪を持つということが一番大事で、やっぱりその水瀬さんといえばというところでいくと、はい、水が特に有名かなと思ってまして、はい、こちらも少しお話伺ってもよろしいでしょうか。はい、全国名水百選の一つで大阪で唯一の名水が湧いてます。
で先ほどちょっと話した、サントリーの山崎の、はい、仕込み水が当社のお水であるというふうに言われておりますので、当社のお水利休の水という名称をつけてるんですけど、この保存会の会長をサントリーの工場長が常にするという決まりになってます。組ませていただける場所があるんですか？そうなんです。あ、本当ですか？はい、朝の、6時から夕方の5時までの時間制限があります、はい、であとは20リットル組めば一旦列の後ろに並んでもらうと、うんうん、そのお水で体が整うという人も結構おられて、あ、それはそうですよね、よく聞くのは、はい、アトピー性皮膚炎が良くなったんだとかもよく聞くので、まあ、いいですね、遠方からね、はい、子供のために行ってね来られる方がね、20リットルのたくさん持って組まないでくださいともやっぱり我々言えませんし、まあね、ただね、夏の暑い時にね並んでるのも10人以上並んでる時はあるんで、そんなにですか、うん、するとね30分ぐらい時間かかると皆さんイライラするんで、どうしてもまあ一旦後ろへということなんですけど、あと先ほどちょっと見せていただいたんですけれども、はい、将棋の駒ですね、はい、あれもすごいもの、水瀬駒と言われる駒で、作者の分かる日本最古の駒だと言われてるんですよね。非常に美術的価値が高かったもので、各地の武将が褒賞品としてそれを受けられたみたいです。で非常にマメな方だったようで、王将の後ろというんでしょうね、僕あんまり将棋しないので詳しくないんですけど、駒の、はいはい、その横のところっていうか後ろのところに何歳って書いてるんですよ。で何歳だけだったら分かんないんですけど、はい、何歳の時に誰に何組渡したっていう日記を残しておられたんです。すごいですね。そうなんですよ。だそれを符号させると、でどの材料で作ったということも書いてるので、それを符号させると確かにこの駒は水瀬兼成という方が作られたんですけど、その方の作られた駒だなということが分かったり、見れる場所とすると島本町に歴史資料館という JR の島本の駅前にそういう建物があるんです、はい、その中に常に展示されています。あ、本当ですか。当然常に展示しているのはレプリカなんです、うん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 、でその企画展とかするときに本物をということで当社から貸し出したりもしますので、最後にちょっと背景にあります書についてお伺いをしたいと思うんですけれども、はいはい、ですね、後鳥羽天皇が、新古今和歌集を編纂されるほど和歌の非常に、たくさんの和歌を残された方ではあるんですけど、まあ、代表する和歌というんでしょうかね、はい、見渡せば山本霞む水瀬川、うん、夕べは秋と何思いけんって書いてるんですけど、で、まあ、書かれたのは当社の今の宮司31代当主が書いてるんですけども、まあ、夕べは秋と何思いけんなんで秋の歌なのかなと思うんですけど、これ実は春の歌なんですよ。あ、春なんですね、はい、山本霞むって霞がある夕方の水瀬川の情景を見て、うんうん、春の秋の情景も夕方の情景も綺麗だなって思われるんですけど、春はあけぼのって和歌ありますよね。ありますね、はい、よいよあれで、そうです。で秋は夕暮れだから夕暮れの秋がいい、でも春の夕暮れもいいじゃないかと、おいうことを読んだ和歌なんです。他の人があまり注目をしなかったけれども、私はこれすごいと思うっていうね、新しい視点といいますか、す、ね、ええ、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。こちらのチャンネルの方ではこういった形で神社さん、お寺さんのご紹介をしておりますので、ぜひよろしければチャンネル登録と、また、コメントなどいただければありがたいと思っております。では本日もご覧いただいてありがとうございました。お話伺ってどうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。